武蔵野銀行は今日昨年度、2023年度の決算を発表しました。当期純利益は107億円で、5年連続の増益となりました。武蔵野銀行によりますと、貸出金の期末残高はコロナの5類以降に伴って社会経済活動が正常化し、企業の設備投資や個人の住宅ローンの需要が増えたことなどから、 前の年度から2.1%増加して4兆67億円となりましたまた、本業の儲けを示すコア業務純益は貸出金や有価証券の利息が増えたことで前の年度よりも10億円増えて163億円となりました一方、経常利益は 取引先の業績の悪化などに備える予診関係費用の減少などにより、7億円増額して151億円となりました。当期純利益は107億円で、前の年度から3億9千万円増えて、5年連続の増益です。 賃上げの促進だとか、まあ子育て支援、まあ、そういった世代へのこう支援とか。また、まあ減、まあ、これから行える減税の効果、まあ、そういったものが。やはりプラスに働いてくるのではないかなというふうに、こう思っています、えー。そういった中で、まあ、ダウンサイドのこうリスク。えー、やはり。これは超円安の進行と、えー。どこの企業さんでも今、今、頭を抱えている、やっぱ人手不足なんではないかな。